本項目では、ウズベキスタンの国際関係について述べる。ウズベキスタンは1991年12月より、独立国家共同体に加盟している。しかし、1999年に再統合に反対し、CIS 集団安全保障体制から脱退した。これ以降、ウズベキスタンは、自国の安全保障を脅かすと見られたタジキスタンと、 アフガニスタンの対立の解消を手助けするため、タジキスタンにおける CIS 平和維持軍や国際連合が組織するグループに参加している。ウズベキスタンは対テロ戦争というアメリカ合衆国の政治指針を支持しており、アフガニスタンやイラクで起きている紛争解決に対し協力していたウズベキスタンは国際連合、欧州、大西洋、パートナーシップ理事会、 平和のためのパートナーシップ、欧州安全保障協力機構に加盟しており、7つの中央アジアの国々、すなわちパキスタン、ウズベキスタン、カザフスタン、トルクメニスタン、アフガニスタン、キルギス、タジキスタンからなるイスラム協力機構や経済協力機構にも加盟している。ウズベキスタンはカザフスタンやキルギス、1998年3月に、 タジキスタンが参加して結成された中央アジア連合のメンバーでもある。1999年、ウズベキスタンは1997年に結成されたグアムに加盟していた。ウズベキスタンは上海協力機構のメンバーでもあり、s c o の地域的な対テロリスト機構の会議をタシュケントで開催した。ウズベキスタンは2002年に新中央アジア協力機構に加盟した。ここは、 タジキスタン、カザフスタン、キルギス、ウズベキスタンからなる。ウズベキスタンは、カザフスタンやキルギス、1998年3月に、タジキスタンが参加して結成された中央、アジア連合のメンバーでもある。アメリカ合衆国のワシントン DC にある、ウズベキスタン大使館、フィンランド外務省の東ヨーロッパ、中央アジア部局長である、アンティトゥルネンは2006年8月29日に、 欧州連合の事実調査ミッションのためウズベキスタンのタシュケントに赴いた。ウズベキスタンの副外相は、ウズベキスタン政府は2006年6月にフィンランドのヘルシンキへの訪問中、フィンランドが EU の議長国になったことで EU と対話することに興味を示した。ラジオフリーヨーロッパのジャーナリストは9月1日にトゥルネンと対話した。トゥルネンは訪問は決定事項ではないが、 EU がウズベキスタンに課している制裁を解除するために十分であるかどうかを見るための解析を行うことを約束すると述べた。トゥルネンのウズベキスタンへの訪問は、ウズベキスタン政府がアンディジャン事件において国際調査を行うことを拒否して制裁を課された10月以降、初めての EU 側の交換による訪問であった。国際的な制裁には、 アンディジャン事件及びその後の対応に橋を発した政治的な接触の禁止や援助削減、殺傷発行禁止が含まれていた。トゥルネンは人権抑圧を行っていない多くのケースが存在しており、実際に行われたことは何であるのか、国際社会が推奨することは何であるのかについて注意深く見ていく必要がある。ウズベキスタン政府は アンディジャン事件を含む EU とウズベキスタンの関係のすべての側面に関して議論する用意があるのであれば、閣僚レベルで対話を行う可能性を提示している。これは制裁発動の評価の一部となり、これに基づいて11月半ばまでに制裁内容が決定されると述べた。トゥルネンは訪問はスムーズに行われ、ウズベキスタン外務省のウラジーミルのロフは暖かく歓迎してくれたと述べた。 EU の代表団はウズベキスタン法務省長官、検事総長、ウズベキスタンの国会議員などと良好な雰囲気の元会談を行った。トゥルネンは EU にとって真の問題はアンディジャン事件や人権侵害に対するウズベキスタン政府の対応であると強調した。現時点ではこれらは国際調査の問題ではないように見える。アンディジャンで起こった事件に関して 専門家レベルで討論することに対してある程度オープンであり我々はウズベキスタン政府が歩みを進めている方向がこれに合致するものであるかどうか確かめる必要があるもう一つの問題はウズベキスタン政府が人権対話や人権問題に関する定期的な会合を行うなど人権問題に従事する姿勢を見せていることでありこれは良い兆候であると言えると述べた 彼は EU 当局の招待に応じるかどうかは不明であるが、ウズベキスタンはその孤立化を回避しようとしていると述べた。彼はロシアウズベキスタン関係の改善や EU によるウズベキスタンのエネルギー資源開発の可能性については直接的には議論されなかったものの、この地域における EU のより長期間にわたる投資が行われるかもしれない。 制裁が解除された場合、ウズベキスタン外務大臣のノロフとの協力会議を後にブリュッセルで開催する。と述べた。2009年3月31日、ウズベキスタンとオマーンは中央アジアにおけるオマーンの投資を保護し、二重課税を受けることなく貿易できるような法的枠組みを整備することで合意した。オマーン政府は約10年にわたり経済の多様化と民営化政策を 追求し、その他の30項目で同様の契約を締結することで合意した。ありがとうございます。